はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今回は冷却水の再利用についてですね、お話をしたいと思います。冷却塔から出る冷却水、水の入れ替えなんかでですね、ブローといって、水を給水して、冷却塔からですね、水を溢れさせて、排水を行う、こういったブローダウンとかですね、いう呼び名で、水の入れ替えをですね、やると。大量のですね、冷却水をこう排水するわけなんですけど、その中にはですね、当然水処理の薬剤を使用していればですね、水処理薬剤が含まれています。で、やはりそれをですね、なんとかこう冷却水を再利用できないかっていうですね、お話をですね、よく耳にします。なんかもったいないけんもう一回使えんかとかですね、いうことなんですけど、結局ですね、このなぜ冷却水をブローダウンして捨てているのかと言いますと、もう水がですね、水の不純物の濃度が非常に高くなってきているので、水を入れ替えて捨てるという作業を行っている。なので、もう要は使えなくなった冷却水なんですね。ですからそれを排水として流していると。で、それをですね、やはり再利用となるとですね、今度水の中に大量に含まれたその不純物をですね、取り除いてやる必要があります。だから非常にですね、もったいなく感じるんですけど、今度その水の中に含む不純物をですね、除去するにはですね、非常にコストがかかってしまうということです。いわば水の中、水をですね、要はろ過して、今度きれいにですね、不純物を取り除くっていう作業はですね、どちらかというと純水なんかを作る作業とですね、非常に似ています。なので、水をですね、普通の工業用水から純水を作るとなると、いろんなフィルターを通してですね、こう不純物を取り除く必要があって、ものすごいコストがかかります。なので、やはり排水って言ったらですね、もう捨てるだけ、下水道なんか台なんかがかかってくると思うんですけど、純水を作ることと比べたらですね、もう本当ビビたるもん。だから捨てるのが結果的にはですね、一番だということになります。本当にですね、今企業さんとしてその再利用をこう、今 SDGs とかですね、いうことでこう考えられている、企業さんはですね、やはりどうしてもその何とか使えないかっていう方向になるんですけど、多大なるコストがかかるっていうのはですね、覚悟の上でこうやっていただくっていうことになるんじゃないかなと思います。地球環境保護もですね、必要なんですけど、それにはですね、非常にコストがかかってくるということです。はい、そうですね、私たち、中にはですね、そうこう言ってもですね、当社ではお客さんの中では、そうですね、冷却水を再利用している現場も実はあります。それはどういう使い方をしているかと言いますと、冷却塔から出るブローの排水をですね、もう一度冷却塔、別の冷却塔に流し込んで入れてですね、でそこはですね、もう薬中装置も何もついてない、普通のただの冷却塔単体で使用されているんですけど、そこに薬品を入った冷却水を入れて、でもうそのままですね、溢れて捨てると。一過性っていうやり方なんですけど、一度循環して使って、もうすぐ排水に流れていくというやり方ですね。そうすることによって、薬中装置なんかもいりませんし、薬剤の入った冷却水をそのまま使い回しをして捨てると。ただし、そちらの冷却塔ではもう本当その濃縮とかですね、使い回しとかではなくて、ただ入った水が一度冷却させて、もうすぐ排出されるという使い方はやってる現場もあります。使って、それぐらいかなというところですね。はい。
まあ、一度再利用して、まあ、結果的には、そのまま排水をするということです。はい。まあ、いずれにしても、冷却水の再利用というのはですね、非常にその難しい、して、いろんなこの複雑な技術がですね、必要となりますんで、まあ、あとはコストとのですね、兼ね合いで検討されたらいかがかなというふうに思います。はい。本日は、冷却水の再利用についてですね、お話をさせていただきました。はい、まあそういった冷却水でですね、非常にそのお悩みの方にですね、今冷却水の無料診断サービスっていうのを行っております。冷却水をですね、お送りいただけますと、まあその中にどんな不純物が入っているのかと、でそれがそのスケールの原因なのかとかですね、今抱えられているトラブルをですね、どのように改善することができるのか、まあそういったことをですね、今ご提案しておりますんで、ぜひお水をですね、お送りください。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水の水温、夏場むちゃくちゃ水温高かっちゃんねとかですね、それとか冷却水の配管もうスケールでもう詰まってしまってもう水が流れんとかですね、まあそういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジンと検索をいただけますと、当社の詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。